7時から。7時から。何時まで？30分ちょっと。7時から30分ちょっと。外で。何やるか。やるのね、いつからやんの？あ、ええ、あのコンサートたのはあの映像投影を。あ、映像でやるんだ。あの東京駅とかでやったのはプレセプションになってるんだ。大好きね。で、6年生だけ来るわけ？6年生はあの特徴席で、卒業生なんで。どこ特徴席？特徴席？あ、室内。ええ、あの、グランドの中に。パイプ椅子で。室内、室内で。上からな、部屋の中で来るんだ。あ、ええ。あの、一番いい真ん中の席で。あ、外の、外の。ええ、外です。みんな外です。あとあの真ん中の席あの回転数があって、うん、あのいい席はあの優先席ということで、まあ、そこは6年生が違う、一般の人は入れないの？あ、大丈夫です。一般の人も入れるんだ。一般の人はあのちょっとやっぱり一歩ずれて、後ろから。それ一般の人は正門向こうから入るよ。ここから入る。ここから入れるんだ。もう正門から。ずいぶん遅いよ、1時間ぐらい。あの、まだ空は明るいじゃない。何がやっぱ卒業生の先生が来るのはどういうイメージで来てあるの？あの、90周年のお祝いということで。90周年だ。6年生、6年生だけ来るんだよ。卒業生の一番いい席。他の学校も OK。 他の学生が来ないっちゃ手が来ない。あの、学校とかにやってるんで、私はもうそれちょっと今日心配ですよね。昨日やったわけだね。今日言ってたわけだ。Thank you.